はい、カズマサです。今回の動画はこちらになります。すだれですね。まあ、すだれといえばね、メダカでは、まあ、日よけとしてね、使われる、ことが多いんじゃないかなと思います。使われてる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、すだれはね、まあ、間が空いてることで、まあ、通気性もいいのでね、非常に、重宝されてる、日よけじゃないかなと思います。手軽に、まあ、広げられてね、すぐにね、しまえるといったところがね、このすだれのいいところじゃないかなと思います。そしてね、値段も安いですね。今では、100均でもね、売ってますので、手軽にね、手に入る、日よけかなと思います。自分自身も、まあ、この2つだけなんですけど、一応ね、持ってます。でも今年は、まだね、一度も使っておりません。そして、このすだれでね、気をつけないと、まあ、メダカがね、全滅してしまう。まあ、そんなことがね、起きてしまいますので、この動画をね、ぜひ見ていただいて、まあ、こんなこともあるんだということをね、覚えていただけたら嬉しいかなと思います。少し前の動画で、コメントをいただきました。まあ、日よけで、まあ、すだれをね、使ってました。まあ、そしたらね、容器が全滅、なんてね、いうコメントをいただきました。まあ、そういったね、事例は昨年も、SNS で、見かけました。なぜ、すだれで全滅するか、というとね、このすだれには、防腐剤っていうのがね、塗られてる、ものがほとんどだと思います。特にね、外国製の、すだれになると、ほとんど、塗られて輸入されています。なので、そのね、防腐剤が雨によって、溶け込んで、まあ、容器の中に入って、そしてね、メダカたちが全滅してしまう、落ちてしまうといったことにつながります。ただね、日差しを避けるようだけでしたら大丈夫なんですけど、雨に濡れるとそのね、防腐剤が溶けてしまいます。雨によってね、流れてしまうので、それはね、気をつけないといけない、ものになります。まあ、なので、まあ、少しね、やはり心配になりますので、一旦購入したものはね、まあ、よくね、まあ、水で流してあげた方が、まあ、その溶け込む量っていうのはね、抑えれるんじゃないかなと思います。まあ、これだけでね、防腐剤が完全にね、落ちきるとは思いません。けど、何もしないよりは、まあ、こうやってね、水をかけてあげる、水をね、しっかりとかけてあげることで、まあ、溶けやすい、防腐剤、軽くね、落ちるんじゃないかなと思います。まあ、これをするだけでも、違ってくるんじゃないかなと思います。まあ、自分自身も、まあ、昨年ね、これ新しく買って、まあ、こういうことをしたかといえばね、してないです。してないで、まあ、雨ざらしでもね、容器に、その雨ざらしになった、水がね、そのまま容器に入って、まあ、メダカはね、落ちませんでした。それはね、運が良かったのかもしれないですし、まあ、このすだれがね、防腐剤、まあ、塗られてるとは思うんですけど、そこまでね、しっかりと塗られてなかったっていう可能性もあるのかなと思います。まあ、なので、すだれがね、使ってはダメということではなくて、まあ、こういう感じでね、少し手間を加えてあげることがね、大切なのかなと思います。そして、水でね、流した後は、まあ、こういう感じでね、天日干し、干してあげて乾燥させてね、それから使うのがいいんじゃないかなと、自分は思います。まあ、もちろんね、水で流しきれてない防腐剤っていうのはあるかなと思うので、そこだけはね、注意しないといけないと思います。
まあ、これからの時期はね、本当にまあすだれがね、活躍する、気温になってきます。まあ、すだれとかね、日よけがないとね、メダカたちは、水温がね、上がりすぎて、まあ、落ちてしまうといったことになりますので、やはりね、このすだれ、そして日よけっていうのはね、重要になってきます。まあ、なので、メダカがね、落ちないためにも、やはりね、防腐剤が塗られているすだれに関しては、まあ、気をつけてあげることが大切かなと思います。そして今日はね、少し、雲がねかかってますけど、それでもね30度、超えていると、31度2度ぐらいですかね。まあ、なので、これからねどんどん気温が上がって、この温度計もね40度を指してくる日も来ます。まあ、そういう時はね、やはり容器の、温度も上がって水温もぐっとね上がってきますので、まあ、そういう時はねやはりこの日よけすだれっていうのはね活躍してくるかなと思います。まあ一年中じゃないですけどね、まあ大体一シーズンでね、ボロボロになってくるかなと思います。だいぶね隙間とかも出てきてますし、まあ丁寧に扱ってるつもりでもねちょっと折れてたりしますので、まあ、そこはね、1年おきに交換する方も多いんじゃないかなと思います。まあ、今年もね多分うちも使いますので、まあ、ちょっとしたね、気をつけて、使うといったことをね、心がけてやっていきたいなと思います。まあ、あと防腐剤で気をつけないといけないのは、こういうね、まあ、棚で飼育されてる方、まあ、自分以外にもねいるんじゃないかなと思います。この棚にもね、塗料、防腐剤入りのね塗料を使ってますので、まあ、ここでね雨が、まあ、うちの場合あまり入り込まないとはいえ、やはりね雨によって、防腐剤っていうのはね溶けるというか、流されてしまって、まあ、それがね容器に入ってで落ちてしまうっていうこともねあり得る、話になりますので、まあ、防腐剤とかはね、着色料もそうですよね多分、まあ、そういったね、塗料とかは気をつけないといけないと、思いました。はい、というわけで今回はこのすだれについて、お話をさせていただきました。まあ、すだれはね本当に日よけに使える、いいアイテムなんですけど、やはりねこの防腐剤っていうのがね、いやメダカに良くない、全滅してしまう原因になるので、まあ、使い方だけはね気をつけないといけないなと思います。まあ、全ての、すだれがね防腐剤を使われているというわけではないので、まあ、そこだけはね、ご注意ください。それではご視聴ありがとうございました。